コルカノンとは、ジャガイモを主な材料として作る伝統的なアイルランド料理である。ジャガイモをマッシュポテトにして調味料を加えた上で、ケールあるいはキャベツのような緑色の野菜を加えて、あやを添える。調理中のコルカノンコルカノンには、基本的に澱粉の多いタイプのフラワリー系のジャガイモを使用する。コルカノンの伝統的な調理法は、マッシュポテトにケール。 あるいはキャベツを加え、そこに牛乳あるいはクリームを加えて煮込み、バターと食塩、胡椒で味を整えて作る。他に、わけギ、リーキ、チャイブを加える場合もあり、地域や家庭によって様々な差異が見られる。一般的には、茹でたハムやバックベーコンなどと一緒に食べられることが多い。アイルランドは西方を流れる大規模な暖流の北、大西洋海流と、 その上を渡る偏西風の影響で、高緯度地域の割には温暖であるものの、夏季でも平均気温が摂氏15度程度と冷量である。このような冷量な気候ながら、降水量は十分なことも手伝い、アイルランドでは農業も行われてきた。2009年現在、アイルランドでは大麦や小麦や塩漠なども栽培されているものの、 コルカノンの主材料であるジャガイモも主要な産品であり、2009年には約36万トンの収穫があった。さらに、しばしばコルカノンに彩りを添えるために使用されるキャベツも2009年には約5.0万トンと十分な収穫があった。このほか、アイルランドでは、落農や畜産も営まれている。したがって、コルカノンに使用される材料で、 アイルランドが自給できないものは、胡椒など一部の材料に限られる。アイルランドにおいてコルカノンは、ハロウィンの際の料理としても知られている。ただし、例えばボックスティも、アイルランドでハロウィンの際に供される、ジャガイモ料理として知られている。このように、アイルランドでハロウィンの際に供される、ジャガイモ料理として知られているものは、コルカノンだけではないことを断っておく。 ケールト人の小読みでは、農作業がすべて終わった時期にあたる10月31日のハロウィンの日が1年の終わりで、11月1日が新年だった。したがって、1年納めの日に食べる料理という意味合いもあったことになる。なお、コルカノンに使用されるデンプンの多いタイプのフラワリー、系のジャガイモがアイルランドで盛んに収穫されるのは秋が深まってからであり、このハロウィンの時期は、 ちょうどアイルランドにおけるフラワリー系の新ジャガイモが豊富に手に入る時期にあたる。また、例えばキャベツの概要のように緑色の野菜を加えるとその他の材料が白っぽい色をしているコルカノンは緑色に仕上がる。ところでアイルランドの国旗には緑色の部分も含まれる上に、例えばアイルランドで祝われるセインとパトリックデーではアイルランドの人々も緑色のものを身につける。 監修が見られる。そして、このセインとパトリックデーを祝う料理として、緑色に仕上げたコルカノンが供される場合もある。ただ、そもそもコルカノンは、比較的安価な材料だけで作ることができる上に、収穫後に、冷暗所であれば。しかし、現在では、ケールなどの緑色の葉野菜の旬である夏から冬に、かけて食べられることが多い。 フラワリー系のジャガイモで日本で有名な品種は、例えば、男爵が挙げられる。したがって、コルカノンを再現したい場合には、男爵などを選択する。ちなみに、澱粉質が比較的少なく、煮崩れしがたいジャガイモは、ワクシー系のジャガイモと呼ばれ、例えば、メイクインのようなジャガイモである。バックベーコンは別名アイリッシュベーコンとも言われ、 主に動物の背中の肉を原料として、基本的には訓練をしないで作るベーコンである。ABCD 松井由美子、家庭で作れるアイルランド料理 P27 川で、初方審者2013年1月30日、発行 ISBN978 から4から 309283579ABCD にのみや書店編集部。 データブックオブザワールド P325 にのみや書店2012年1月10日発行 ISB の9708から4から817603586松井由美子家庭で作れるアイルランド料理 P30 川で初防審者2013年1月30日発行 ISB の9708から4から309283579 松井由美子、家庭で作れるアイルランド料理 P9 川で初防審者2013年1月30日。発行 ISBN978 から4から309283579。松井由美子、家庭で作れるアイルランド料理 P25 川で、初防審者2013年1月30日。 発行は ISBN 978から4から309283579にのみや書店編集部データブックオブザワールドにのみや書店2012年1月10日発行は ISBN 978から4から817603586アーウィンフローレンスザ・クッキン・ウーマンアイリッシュカントリーレシピスブラックスタッフ ISBN 0から856403733 ありがとうございます。